よし。これが、六郎の一番上です。これが六郎の一の滝。向こうにね、五の川が見えるけど。すごいな。両部位は行かねえけどね。よし、それでは、昔の林道調査に行きましょう。行ってみよう。どうする？ 30m ぐらいたら終わってたでしょ。そんなーって。そうそう、この辺になんかぐるっと回って林道があったんだよね。なんかもう道があるっつって、立派な林道があるのよ。これが一体どこに続いているのか。そう。ああ。これ林業用だと思うんだけどな。腰掛け。腰掛けてみる？これそう。よし。絶対これ林業用だろ。だとしたら、下まであるはず。生きとるんかこの木。めんどくさいの。よいしょ。一気に水離れたらこれだ。そうよ、前この辺まで行ったんよ。で、今度行ってみたいねって言ってここで帰ったんよ。さあ、続いているんでしょうか。終わった？だってこれしかないよ、林道。もうないんじゃない？それ前道でしょう、どう見ても。あ、そこ崩れたんだ。で、ここまで来てないって、前ここまで来てないって。いや、これだって、これしかないって。どう考えても。どう考えても道じゃん。こんなに歩きやすいとこないって。赤テープがあったら笑うで。最近来てるやんってなる。ああ、間違いなく道だね。間違いない、間違いないけど谷底に落ちそうだわ。怖え。枯葉が滑る。
小さな自然館もびっくりだな、これ。よく残ってるもんだ。ああ、そこは崩れたな。どこが道なんだろう。まあ大概まっすぐだろうな。ああ、それだな。ひょっとしてこれ下っとる道もあるんかな。道ある？これじゃない？これ下ってない？これ崩れとるんじゃなくて、これ道なんじゃない？違う？これ崩れてないよ。木生えとるもん。ここが4番谷間岳。でもそれもなんか道っぽいな。下から見たら南道に見えるね。ああ、でもこれどうなんだ、行けるんか。なんか違うっぽいな。なんか違うっぽいよね。早くも行き詰まるな。いや、海はないよ。だろう。どう見てもこっちだよね。ここがもう崩れたんかな。一気に。だから分岐があるんかもしれんよ。ここがもしかしたら。下に降りるやつとさらに向こう行くやつと。分からん。あそこ崩れてるね。あそこ崩れとるわ、完全に。あれは道がなくなったんか、崩れて。もしかしたら。あれ、ひっくり返っとるやん。そこ道があったんじゃない？ああ、完全崩れとる、ここ。ないか。じゃあやっぱ下か。道が出現した。いや、もう崩れとるけ分からんのよ。あれぐらい歩きやすさがあれば道だけど、これは違うな。行ってみると分からん。さっき降りてる。あれかな。ちょっと木がありすぎだな。近くに見えてきたよ。
から。でも大義があったってもしゃあないしな。これを調べるために来たんだっけ。でもあそこは崩れてなかったらぐるっとこれを道を通りそうな気もするんだけどね。それは違うな。おお、完全に崩れてますな。ああ、これは違うな。うん。石が落ちてきた。上の道。いや、ないね。ぽくない。さっきの檻にしたかな。檻いるかな、お前。崩れてまんな、完全に。川から離れたらもうこれだよ、本当に。くそ暑い。やめてくれるかな。あ？ぽいで？ぽい。ほら、ここ。ねえ。ぽいよ。ぽい。This is a boy. で、ここは崩れてんだな。いや、あの上からちょっとこの辺になんか道らしきものが見えたんだよな。あ、ここ面倒い、先生。あ、道だ。ああ、この先道がある。ちょっと、何？もう。腹立つわ。ふぅ。あ、道だ。正解。ほら、これ道だって。いえ、ほら、これ道でしょ。あれだね、難攻不落だね。
これ道じゃね、多分今でもイノシシとかが通っとんだろう。だけ残っとるんだと思う。ああ This is ポイ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 。さあ一体この道はいつ作られたんでしょうか。昭和なんでしょうか。紀元前でしょうか。おう、道だよ。で、先生のあそこ見るとこ行ってるんじゃん。もしかしたらあの階段に、これ続いてるよ。続いてる。綺麗に。いけるいける。これいけるかもよ。で、家の上に出てから通報されたでした。クマが出たかと思ったやろうが、って言われた。あれ、どっから来たんかい、あれ。おお、なんか、あっちに行きよるよね。やっぱ、あっちのやっぱ、尾根だよね。尾根っていうか、下りだよね。まあ、つづら折りになるのか、一本なのかわからんけど、間違いなくこれ道だよ。きれいきれい、残ってるわ。すごいな。ねえ、これで、林道プラス炭窯行っとったんじゃない？うん。すげえ。ああ、これ石が積んであるわ。ここね、これ積んであるよ。昔の人は石置いたんでしょ。どうでもいいけど、めっちゃ暗いんだけど。山の中だけしょうがないな。マジで滑り落ちんようにせんと。滑り落ちたらやばいで。まあ木があるけ止まるだろうけど。うわすごいな。多分これイノシシが守ってくれとんだろうな、間違いなく。意外と崩れてねえじゃん。やっぱりこう岩肌だけ、おぉ、すげえ。だってこれね、画面見てもね、明らかに道だもん。綺麗に映るよ、道が。明るく。道よ。もうこのまま泳いだら今日は帰るべ。帰る。途中で見失ったら物はないかもしれんけど。いや、これは次回これでいけるね。まあ登りだけしんどいのはしんどいけど、あ、そこ崩れてるな。あ、でもまっすぐあるね、道が。おお、ついに地図にない林道が出来上がるぞ。これみちみち間違いない。イノシシさんが守ってくれとる。毎年歩いて、毎日。いいね。これが六郎に続く道だ。こんなにちゃんと残ってたよ。一箇所見失いかけたけど。やっぱりちゃんと道に見える方に進んだら間違いないね。でも誰かがちょっと削って作っとるんかね。ねえ、歩いただけでできる道ってのもないやろうけ。誰かが、ちょっとクマじゃないわ、クワかなんかで削りながら
わあ、すごい。川がもう見えてきたよ、下。ねえ。これやっぱりぐるーっとあの、お寺の方だね。お、これはすごいぞ。やった。今度からあれ登らんで済むんだ。今度からこれを行って、懸垂加工をやって、帰る。ああ、来れる来れる。人連れて来れるわ。これなら。そんなに急斜面でもないし。あ、民家が近い証拠だ。竹がある。お、ほんまじゃ。やっぱりほら、釜の道だ。これは取っとこう。ああ、お釜がある横に。はい、皆さん、おろちんゆ、私がありました。これが私よ。お釜大事にしてね。すごい。すごいよ。先生、今地図でどの辺おるか見れんの？ちょっと確認して、今どこ？どの辺？ちょっとあの石を落としちゃダメよ。もう民家があるかもしれんけ。やめとこうよ。やっちゃいけない。どこ今？おお、いや、やっぱこれをこうずっとまだ行くんかもしれない、横に。あ、まだ民家までだいぶあるわ。ああ。じゃあ落としていいわ。あ、下だね。あ、下下。じゃあ海でも違う違う。木が邪魔しとるもん。だいたい林のところで木がないけ。木がないけ。ここは迷うことないわ。もう順調だね。超順調だよ、これは。これは来れる来れる。あの岩壁登ること思や。ああ、だな。次登るときにちゃんとテープ巻きながら。ああ。これ完全道じゃって。ひょっとしたら向こう上の方にもまだ分岐があるかもしれんよ。こっちに向けるのと、また向こうのタズの方に抜けるのと。ああ、そういうのをチェーンソーで切りたいね。道を作っていくよ。すごいすごい。ただし滑ったら奈落の底だけやばいね。まあ木があるけ止まるだろうけど。崖じゃないけ。これ切り立った崖だったらバチクソ怖いで。お、杉だ、杉になった。杉じゃないか。お、もう近いんじゃない？この辺は人が使っとるんかもしれんな。あ、ほんとだ、切った跡がある。でも、だいぶ時間経ってるね。すげえ。これはちょっと待って。これ貴重な映像なんじゃない？ほら、撮って正解だってやっぱ。撮って正解。ノンストップで撮ってるもん。今ゆっくり歩いて24分ここまで。絶対こっちの方が安全だし。はあ、杉だ。杉になった。何をしよう。あんまり揺らさんでくれ。怖いけん。こうやって。道だな。でもあんまり人が来た形跡はまだないな。あの切り口もだいぶ立っとるわ。うっ、滑った。すごい。これは出れるで。マジであの民家の裏の方に出るんじゃない？
昔は線路渡るの普通だったっけ、入っても別に怒られんかったけど、今なんかわけのわからんこと言い出したっけ、あんなことになってる。だって線路渡って山入らんと仕事ないんだもん、昔の人は。すごいじゃん、ほんまじゃん、これはすごいわ。いや俺あのこんなに綺麗に残ってるとは思わんかった。いやここまで来たら多分もう下まで行けるぞ。で最後の20メートルぐらいで鉄壁になったんだ。うん落ち、最後懸垂加工マジかよ、なんでかここまで来て。これは楽だわ。いやいや、もう下見えてきたよ。うん、これイノシシよ、ほら、イノシシが歩いてる。すごいすごい。これはやった。これはやったね。やっぱり道があったね。それは隅釜があるんだけど、絶対道あるはずなんだよな。あんな六郎を下って降りるわけないんだもん。隅作って。え、やばい。あー、この辺、山が崩れてんね。え？つづら折り、違う？そこ。こう違う、ちょっとこの木が崩れとるせいで道がもうこの辺ちょっとね崩れちゃってるから下かな。まあちょっとその辺まで行ったら復活するかもしれんな。あれもあの道見えるんだけどな。でもあれちょっと暗すぎるな。あれ暗いよね。イノシシが通っとるけえな。ちょっとその辺の下まで行ってみるか。っていうかもう下寝てるやん。ここがちょっと迷いポイントですな。迷いポイントじゃあるけど。この大木を越えんと無理だしな。おうおお。あ、これ？ね、こうでつづら折りだったんじゃない？この木が崩れとるせいで新しい道ができとんだろ、イノシシの。違う？絶対急に下ることはないけ。ここは完全崩れてますね。そう。だって絶対葉っぱがないはずだけ、道は。葉っぱが生えてないはず。ああ、これ道だ。道道。釜だ。釜。釜だね。釜だ。釜が多いな。道ある？釜だ。ああ、これも釜だ。イノシシが来とる。ああ、やばい、道がなくなった。これはこの釜に来るための道か？そうなぁ。
上にあるんか。あ、なくなった。あ、こっち。やー、違ったね。あ、ここずら降りる。草がもう、ほらもう草が生えたんかな。草が生えちゃったか。あーそうだ、あーこれね、この木はね、あー、ここに釜に来て、こっからそこへつづら折りか。あー、可能性はあるな。行ってみにゃあかん。あー、この辺釜来たよ。この辺釜がいっぱいある。はい、これは先生、テープだ。ああ、道っぽいな。っぽいね。もうこの辺はあの杉のあれが覆いかぶさっちゃって。わかりにくくなってんな。こっちは？ここ。ここ歩いとる。こっち。ここ。ここ歩いてる。ここもつづらで下まで降りるんじゃない？それ近道です。この辺からもつづら、つづらつづらになってない？あ、ほんと？うん。あ、あの辺もあるな。イノシシが歩いてるけど、この辺はもうちょっともう道が、うん、もう道がなくなっちゃって。ここまでは実力で登るしかないかもしれんな。マジで。あれ何？あれ道？なんか平らっぽいだあれ。なんだあの平らっぽいの？イノシシか。なんだその平らの。痛いわ。何したらしてくれとんじゃ。イノシシ、これイノシシのガレバ。なんでこんなことになってる。え、これ草買ってね。何これ、なんだこれ、なんか水が流れた。綺麗な。これイノシシはあれじゃない、暴れのとこじゃない。それで道だろ。え、あ、もう道路じゃん。もう出たぞ。やっぱここなんだ。で、その谷間はもう降りるんじゃん。おお。先生、道こっち。これじゃない？こっち。こっち。だいたい草がないけ。もうこれならろくろいけるな。こっちはもう道じゃないもん、どう見ても。あっちには道が全くないです。これ先生の予感当たったんじゃない。降りやすそうなとこ行くしかない。誰踏んどる。え、雪男じゃない。まあイノシシが登っとるけどな。
マジで誰か山菜かなんか取りきてないここ。ほら。そしてこっちにあるよ、道。こっち。ここ。山菜があるね。近所の人がこの前来るんじゃない、山菜取りに。お、道路出た。もう道路じゃって。まあでもこれなら入ってわかるね、すぐ。滑る。大丈夫？やった？気をつけんと滑るでな。マジか。ああ。そこだな、道。血まみれ？血が出た？血まめって聞こえた。掴む気をよく見ていかないといけんね。そりゃ痛いわ。そこ道じゃないんじゃない？こっちになんかなっとるよ、踏み跡が。一緒か。これどっちだ。もうこの谷底降りるしかないんじゃない。こっちかな、これかな。わからん。わからん、ここがわからん。これがこっちなのかどうなのかがわからん。あーでもここをなんか、ここ踏み跡があるな。道っぽいんだけどな。いやーこれは違うな。木がありすぎだな。そっち降りる？もう谷底降りるか。もう道路すぐそこやしな。どこかわからんわ。これ横に行っとるっぽいも見えんこともないけど、これでつづらになっとんかな。こっちちょっと行ってみるわ。あーなんか踏んだ跡があるぞ。ああ先生、道があるよ。あるけど、これなんかまた登ってる？ああ、道だ。木が切ってある。あ、ほんま？どっちから降りる？わからん、この先はもう見えん、こっち。これ違うな。わからん。木がずっと切ってあるんだけど、なんかまた登るんだよ、これ。でもこう完全にこれ道なんだよな。あ、待って。これ下か。これ下？これ下だ。
あ、先生これ道っぽい。まあそっからもう降りても大して変わらんね。こう道が崩れとるんだな。いやーこれ違うか。あ、そっち？そっち戻るわ。もうわけわからん。切り株はいっぱいある。切り株はいっぱいある。切った跡がいっぱいある。もうええ、こっち降りるわ。ああ。多分ね。まあ、ここまで来たら、あの林道まで、登るしかないわ。気合で。ああ、こっちにもね、いっぱい道があるんよ。踏み跡が。この辺、林業用の道がいっぱいある。ほら、ここも道だ。俺今歩いてるところ。うん。これ道、ここ道よ。まあ、イノシシだけど。うん、こっちに降りれるわ。あ、ほんま？だけど、山菜採りでも来るんじゃろ。それか、イノシシでも撃ちに来るんかもしれん。うん。だってイノシシの足跡がすごいもん。降ってきた？時間通りじゃん。天気予報って素晴らしいな。もう道に見えるところ降りていくしかない。まあこの谷底から登ってば林道に出るということだ。とにかくだけどこの辺がもう道がはっきりしてないけん、どっち行ったらいいかが全くわからん。これ降ってきたぞ。わからん。もう降りやすいとこ降りるしかない。でもそこ道があるでしょ。だけどその先がもうわからん。もうこれ谷を下るしかねえ。ここも道になっとるっぽいんだよな。とりあえずこの谷底向かって降りますか。おのおの。いやできんよこれじゃ。あ、これ道だな。あ、ここ。それつづらだやっぱり。うん。急だけ。ほら、ここ。ここ歩いた跡あるよ。イノシシなのか人間なのかは知りませんけど。ここはイボイボが多いな。どっちだこれ。こっちに続いてんな。こっちか。ついてきとる？手大丈夫？やばい。どっちやねん。あ、これ道だ。
道っちゃ道、道じゃないっちゃ道じゃない。あ、フェンス、フェンスがある。落石防止のフェンス、通れるよ。っていうか外めっちゃ降ってんね。俺も濡れてない。こん中におるけ。もうここまで来たら先生道わからんわ。っていうか水流れてない。嘘、雨の音か。どうするこれ、そのまま降りちゃう。もう これ道っぽいだけど、これでこうでこう、つづらでこっちかな。あー、これこっちだな。ここ道だな。あー、これだな。これっぽいな。頑張って歩けよって言うとるよ。なんとか踏み跡っぽいとこをなんとか。でしょう。なんかそれっぽいところをなんとか今進んで、まあここまで来たらもう目の前にだって道路ですもん。なるべくこう枝と木が、あ、ここも踏み跡あるね。これも踏み跡なんか、ここあれだろうね、つづら折りできとったんだろうけど、もう多分なくなっちゃったんじゃない道が。もう先生道が分かりません。残念ながらもう道がないです。ないね。多分もう違うところに降りとると思うんだ。でもこの切り株があるのが目印じゃないかなって俺思うんだけど。もうほら、もう見えた。すぐそこが道路です。これ？まあそう、あ、本当だね。ああ、本当だ。ああ、本当だ。なんだ。斜めにあるやん。おお、抜けとる、抜けとる。そこね、ちょうどそこをなんかトンネルできとるし。どっちが楽？岩登るのとこっち。どっちもどっちになってきたけど、でもあの長い斜面登るのはちょっとしんどいな。切ってある？こっちはもう雑草だらけだけど絶対違うよ。降りるとこ降りようや。からん、もうここまでね、杉林はわからん。ぐちゃぐちゃになるけ。うん、なんとも言えん。すごいね、もう緑と影が完全に分かれてるもんね。日が当たるとこと当たらんとこの差が。でもここ何本か人が、人っていうか人、生き物が通っとるね。この木が巣で取るけ。イノシシが通るとこかもしれんな。ああ、でも道っぽいっちゃ道っぽいな。ちょっとつづらになっとんか？ここもなんか踏み固められた跡があるな。あ、あ、これ道だ。違う？自分が道に見えるところを進もう。
からん。道に見える。でここをつづら折りでなんか抜けてるような気もせんでもない。さあこの林道出口がもうくせ者すぎるわ。これは使えんか。どっちが楽なんだろうね。でも安全っちゃ安全よね、こっちが。先生、踏み跡があるっす。なんかうまいこと草との境界線を歩いてるな。ああ先生道だ。意外と俺ら合っとるかもよ。つづら先生、車が見えました。車が走っていきました。ちょっと俺今ずれたか。まあいいや、もう降りれるけ。降りる。道ではなくなったな。あ、あれ道か。ショートカットしたな、これ。やっぱり多分、ああだな。うん。ショートカットした。ほら、道出た。ショートカットしました。これひょっとして下から行ったら分かりやすいかもしれんよ。ほら、これしっかりとした道ですわ。こっちかね。でしょ？あ、またフェンスだ。またフェンスがある。こういっぱいフェンスがある。ちょ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 。フェンスだ。土砂崩れ防止の。あ、これ道だね。これめっちゃ、先生、崖よ、そこ。
これす、は？これ崖ですわ。おい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 、何？いや、いやなんか違うな。うん、花火っぽいね。あの、ポン、パーンだったっけ、なんか。あ、猿。猿を散らすのにやったんじゃない？これ、最後やばいな。わからん。あっち行かなきゃいけんのじゃない、やっぱり。これ、あっちに道があったろ。あっちが降りる道かも。こっちは、違うっぽいね。でもここもね、踏み跡があって渡るようになってんよ。あっちに。ここ。ここ道だって。おうおう。なんだ？銃か。あんなに音をする？せんよね。俺ら撃たれるで。まあ俺は赤いの来た時撃たれることはないけど。これ道、これ行ってみる。これ歩いてるよ人が。道なのか獣見えた。これトゲがあるやつじゃ最悪。ほら、でもだいぶ遠いよ。ああ、どうする？行ってみる？喋りながら行こう。漁師さんに撃たれちゃう。これはな、これはちょっと無理だな。下に行けば行くほど残ってないっていうね。どっかから降りれんのか。どっかから降りれんかな。そこ崖だけな。木が伸びちゃって。あれ、この上にも道があったの？もう足が上がらん。怖い怖い怖いんだけど。怖いよ。あ怖いです怖いです。マジ怖いです。マジ撃たないでください。俺らクマとして通報されたんじゃろ。まあな、鈴を鳴らしとけば。でかいなこの木。でか。名木じゃ。あ、これ降りれるんじゃない？ついに。はい、これ鈴を鳴らしとけば。絶対あのイノシシじゃないってわかるけ。人だって思うけ。撃たないでよ。ガチ怖いって。あんなもんパンパン落としたら。やばいって。あ、杭があった。杭が。ガチ怖いガチ怖い。何？落石防止怖いね。あ、出たんじゃないこれ。
これ出たんじゃない？これどこ？うん、出た。ああ、三光線出た。やったー、出た。これどこ？だから大丈夫、俺があれ取っとるけ。撃たないでね、僕たち人ですよ。道というかこれあれだね、三光線の岸壁だね。うん、そう、伊藤さん撮影スポットだ、ここは最高の。マジで怖いんだけど、バン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 。あれ何？あ、鉄砲かな、マジで。あー、ほんとだ。あー、ここが道だ。まあ、参考線入ったら怒られるけどな。え？何が？あー、林道の始まりだ。っていうこと？あ、ほいじゃあこれが起点だな。まあ、わかるか。あ、やっぱりほらもう、ほら家じゃん。家の手前だね。でも多分ね、まだね、分岐して伸びとると思うよ、向こうにも。六道に行くにはちょっとしんどいな、これ。あ、踏み跡だ。そこ、杭がある。杭を改めましょうか。痛い。あさみちゃんは痛いよ。マジで痛い、やめて。ああもう。あさみ地獄。そういう時はね、先生、根元を踏んでいくんだよ、あさみの。出た、出ちゃったよー。えい、ほぼ家じゃん、ほぼ家じゃ。こんなとこがある道が絶対にわからん。もう絶対わからん。わからんもん。よし、とりあえずこれで終了。